スケさん2の使用方法について説明したいと思います。まず背もたれを上部に引き上げ、背もたれを抜く。担材の漁師さんにノリスケさんを奥まで差し込み、前輪のローブレーキをかける。この際にベッドの高さに注意してください。ベッドが低すぎると立ちにくい、ベッドが高すぎるとノリスケさんを差し込めないなどがあります。漁師さんにベッドの端に浅く座っていただき、背もたれを差し込む。肘台を持っていただき立位姿勢をとる。この際漁師さんの腰や肩を支え、転倒に注意してください。座面閉会ハンドルを下げ、座面を開く。漁師さんにゆっくり座っていただく。この際座位時の座面が上がるため声かけ注意が必要です。漁師さんにフットプレートの上に両足を置いてもらう。このフットプレートに足を乗せるのが難しい人は前に乗せてもらっても構わないです。そしたら前輪のブレーキを外し、トイレに移動します。